栃木県道348号、上川地スマートインター線栃木県道348号、上川地スマートインター線は、栃木県宇都宮市に位置する一般県道である。従前から、東北自動車道上川地サービスエリアを中間に、挟み、栃木県道63号、藤原宇都宮線と栃木県道159号、 小林逆面戦艦を東西に結ぶ道路として存在していた市道のうち一部区間を県道としたものであり2010年3月に供用開始された。そのため指定にあたっては大掛かりな道路工事はされていない。なお、下り SA アクセス道路への定時路と上り SA 出入口道路への定時路との間には羽黒山への分岐路がある。本路線が接続する。 上川内サービスエリアのうち、下り線のアクセスには、上り線と共用の共愛な SA の業務用、出入り口道路しかなく、行き違いが困難であり、福島方面入り口の設置による、フルインター化に際して、弊害となっていた。その関係から、2008年度より、栃木県と宇都宮市が、下り線宿区及び隣接する、下り線 SA 業務用出入り口道路に達する、 アクセス道路の整備を行い、2010年12月18日に、アクセス道路と接した新しい下り線、シック出入り口が開設され、一般車の通行が可能となった。一方、上り線 SA については、本道と交差する従来の業務用出入り口道路に、対比車線を設置など、拡幅したことで対処している。ありがとうございます。